宇宙は何度も同じことを繰り返していた説。おいちょっと、あんたまた私のアイス食べただろ。すまぬ。認めるの早いな。それだけ堂々とされると、もうこれ以上怒れないじゃないか。すまぬ。なんか余計腹立つなぁ。もういいからアイス買ってきてよ。へぇ。キノコ味のアイスね。そんなもんあるか。あれ？このシーン前にも見た気がする。デジャブってやつか？それか前の宇宙でも同じことをしてたのかもしれないな。前の宇宙って何？宇宙と時間は、永遠に繰り返されているかもしれないんだぜ。宇宙と時間が繰り返されてるって、一体どういうことなの？宇宙は誕生してから、加速度的に膨張してるのは知ってるな。うん、宇宙がどんどん大きくなってるっていうのは、何回も聞いたよ。じゃあ宇宙は永遠に膨張していくのか。宇宙の終わりはどうなると思う？破裂するとか？恐ろしい最後だな。宇宙はその膨張の限界を迎えた時、今度は収縮していくんじゃないか、って言われているんだ。どんどん小さくなっていくの？あくまで宇宙のあり方の一つの可能性の話だけどね。私たちが今いるこの宇宙は、膨張を続けている。それは私たちが、宇宙の膨張ターンに存在しているだけのことかもしれない。そして宇宙は膨張を終えたら、今度は数兆年をかけて、無限小の点にまで収縮する。小さな小さな点になった宇宙は、再びビッグバンを起こし、新たな宇宙が創造され、膨張を始める。こういった考え方を、サイクリック宇宙論と言うんだ。へぇ、サイクリック宇宙論かぁ。いやなんか違う。ニュアンスはあってそうだけど。サイクリック宇宙論は、1930年にアインシュタインが簡潔に考えを示した。振動宇宙論が元になった理論なんだ。またこのおっさんか。何個宇宙の理論を出せば気が済むんだ。ただその後1934年に、リチャード・トルマンによって、サイクリック宇宙モデルの初期の試みは、熱力学第二法則に従って、エントロピーは常に増大するという、エントロピー問題から間違いだと指摘されたんだ。エントロピー？エントロピーとは、ごちゃごちゃ度とか、ゴミって意味合いが強いんだけど、熱力学の話だと、不可逆性の度合いを数値化したものだ。余計わからなくなったぞ。熱は高いところから低いところに流れていくな。そうだね。例えば私の手の方がそっちの手より冷たかったとしよう。そんな私が今手を握ったらそっちの手は少し冷たくなって、私の手は暖かくなるよな。じゃあ逆にそっちの手を温めようとして、冷たい私が手を両手で握ったらどうなる？余計冷たくなりそう。そうだな。このようにそっちの手を温めたいからといって、低い温度の熱を高い方の熱に加えることはできない。これが熱力学の第二法則というんだ。なるほど。詳しいことは置いておいて、この法則をメインに、振動宇宙論には無理があると結論付けられたんだ。確かに宇宙がどんどん小さくなったら、生まれたエネルギーはどこに行くの？ってなるもんね。ただ21世紀に入ると、暗黒エネルギー成分の発見をきっかけにして、論理的に整合性を持った、サイクリック宇宙論が提唱されたんだ。私たちの宇宙は、かつての宇宙と全く同じように膨張し、同じ歴史が永遠に繰り返されているんだそうだ。宇宙は何回も同じことを繰り返してるっていうの？メイドインヘブンじゃん。ジョジョネタを持ち込むな。でもそういうことだ。もちろん宇宙の形の一つとして、あくまで仮説だけどね。なんだ、そうだよね。何の根拠もなさそうだもん。そんなことないぞ。宇宙物理学者のロジャー・ペンローズ氏は、このサイクリック宇宙論をもとに、強形サイクリック宇宙論、CCC を提唱したんだ。あれ、この人って確か。そう、アインシュタインの相対性理論を使って、アインシュタインが否定したブラックホールを証明した超天才だ。おお、大天才がそんな理論を主張してるのね。そんなペンローズ氏と3人の宇宙物理学者が、宇宙の果てを観測したデータの中から、以前の宇宙の名残が見つかったとの研究結果を発表したんだ。前の宇宙が見つかったの？宇宙がこのまま年を取っていくと、星たちはどうなると思う？燃え尽きて寿命が来るんじゃないの？その通りだ。すべての星が寿命を迎えると、残ったガスや塵はブラックホールに飲み込まれ、ブラックホールだけの世界になってしまう。ただ、スティーブン・ホーキング博士は、ブラックホールもいずれ蒸発するものと考えた。ブラックホールが蒸発すると、宇宙にはブラックホールから蒸発して残った。光子などの質量を持たない素粒子だけが残るんだ。ふむふむ。そしてこの粒子たちは質量を持たないから、高速で移動する。高速の領域になると、もはや時間や空間という概念がなくなってしまう。これはアインシュタインの特殊相対性理論から考えられることだ。難しくなってきたぞ。
簡単に言うと、質量を持たない素粒子だけが存在しているこの宇宙の状態は、星や銀河など、認識ができるものが形成される前の、初期宇宙の状態とほぼ一緒と言えるんだ。そしてこの状態の宇宙はまたビッグバンを起こし、今の宇宙のように星や銀河、条件が整えば私たちのような生命を生み出す。まさに宇宙はループしているんじゃないか。そうペンローズ氏たちは考えたんだ。ほほう。本当に宇宙は同じことを繰り返してるかもしれないんだね。この理論の鍵を握っているのが、宇宙マイクロ波背景放射、CMB と、ホーキングポイントだ。宇宙マイクロビキニは聞いたことあるよ。むしろ私はそんなビキニ聞いたことないよ。ブラックホールが蒸発して消滅したとしても、ブラックホールの後には強力な電磁波が残ると考えられている。これがホーキングポイントだ。そしてこのホーキングポイントは、宇宙が終焉し新たな宇宙が始まったとしても、新たな宇宙にその痕跡を残すのではないかとペンローズ氏たちは考えた。ホーキングポイントが、前の宇宙の証拠ってことか。その通り。私たちの宇宙が始まったきっかけ、ビッグバン。その残光である宇宙マイクロ波背景放射は、私たちの宇宙で最も古い電磁放射だ。このホーキングポイントは、ビッグバンの残光とも言われている。宇宙マイクロ波背景放射から見つけられるかもしれないんだ。おお、宇宙の始まりの光に、前の宇宙のヒントがあるのか。でも前の宇宙から新しい宇宙に、なんでそんなヒントが残ることができるの？それは残っているものが、質量を持たない粒子だからなんだそうだ。宇宙最速の速度で動くこれらの粒子は、前の宇宙から新しい宇宙へも、スムーズに移動してくることができるはずなんだそうだ。ほへー、よくわかんないけどすごいや。そしてなんと、2019年の8月に、20箇所ものホーキングポイントが発見されたんだそうだ。もう見つかったの？見間違いとかじゃなく？宇宙マイクロ波背景放射は、ノイズだらけで特定の構造を見つけるのは非常に難しい。だからペンローズ氏たちは、しっかりとシミュレーションを重ね、実際の宇宙マイクロ波背景放射と比較したりもしたんだ。そしてホーキングポイントでなければ説明がつかない場所として見つかったのが、20箇所なんだそうだ。科学者って本当すごいな。本当に前の宇宙の痕跡を見つけちゃったんだね。ただ今回見つかった20箇所というのは、あまりにも少ないんだそうだ。え、そうなの？宇宙マイクロ波背景放射の特徴として、その変動は統計的にランダムなんだそうだ。ペンローズ氏の協力者であったホーキング博士も、宇宙マイクロ波背景放射の中から、自分のイニシャルを見つけたりもしたらしい。ただ他の人は鹿やオウムなど、いろんな形を見つけたんだ。見るタイミングによって、いろんなものに見える可能性があるってことだね。だからホーキングポイントに見えるパターンも、たまたまそういった形に見えたんじゃないかって言われたりしてる。なんか意地悪だな。それに今回見つかった20箇所というのも、ペンローズ氏自身、少なすぎると言っている。本来なら数万箇所のホーキングポイントを持っているべきなんだそうだ。そう言われるとなんだかたまたまな気がしてきたね。ただ今回の発見は、少なくとも大きなきっかけにはなったはずだ。発見されたホーキングポイントの数などは課題として残ってるけど、前の宇宙の痕跡があるかもしれないなんて、ワクワクするだろ。前の宇宙の証拠なんて、宙に心爆発だよ。今後の研究が楽しみだね。もしも宇宙が同じようにループしてるってことが本当だったらどう思う？同じことを繰り返してるって考えたらなんだか寂しいけど。それでも前の私と今の私は違うって言い切れるよ。お、それはなんで？だって知らないもん。今の私は今の私として、ここに意志を持って生きてるからね。仮に姿形が同じだったとしても、前の宇宙の私と今の私は全然違うことをしてると思うよ。だってたまに、なんか嫌だなって思うことあるじゃない？ああ、理由はないけど嫌な感じがするときってあるよね。きっとあれは、魂が覚えてるんだよ。記憶はなくしても、前と同じ失敗を繰り返さないために、魂が教えてくれてるんだ。だからきっと毎回違う選択をしてるはずさ。そう考えたら、魂の修行のために私たちは生きてるのかもしれないね。だから私は、今を生きるんだ。おお、かっこいいじゃないか。私たち以外の宇宙は確実にある？多元宇宙論とは？おお、ねえこれ見てみて。卵を割ったら双子が出てきた。ほほう、こりゃ珍しいな。双子ってなんだかお得だよねー。そうだ。宇宙も二つあるかもしれないんだぜ。宇宙も双子。宇宙兄弟のこと？違うぞ。ということで、私たち以外の宇宙は確実にある？多元宇宙論とは？を見ていこう。多元宇宙論ねえ。まさか宇宙が100個ぐらいあったりして。さあそれはどうかな。
まずは、この文章を読んでみてくれ。なになに？これは、ウェスタンシドニー大学博士研究員の、ルーク・バーンズ氏の著書に書かれている言葉だ。成功宇宙が存在しているという、確固たる物理的証拠はありません。そして、これまでに行われた観測や実験において、成功宇宙の存在が、必要不可欠だった場合はまだありません。しかし、なぜ一部の科学者は、それでも平行宇宙について研究しているのでしょうか？それは、平行宇宙が存在するかもしれないことには、変わりないからです。あるかもしれないという前提で探求しなければ、探しているものの正体を知ることは、到底できません。それに、興味深いヒントもいくつかあります。こう語っているぞ。ちなみに平行宇宙とは、私たちが知っている宇宙とは別の、もう一つの宇宙のことだ。つまりルーク・バーンズさんは、平行宇宙は見つかっていないけど、科学者がそれを研究するのは、平行宇宙が存在すると信じているからってこと？そうなるね。多元宇宙論とは、複数の宇宙の存在を仮定した、理論物理学による論説だ。それで、宇宙は全方向に、同じように広がっているだろ？そうだね。私たちが見えていない宇宙空間も、同じように広がっているはずだな。宇宙は膨張しているんだよね。その通りだ。宇宙に関する研究を進めていくうちに、ビッグバンにより、宇宙のインフレーションが起きて、宇宙が急速に広がっていったと言われている。ふむふむ。1981年に、東京大学の佐藤克彦名誉教授が発表した、インフレーション理論によると、宇宙誕生の 10⁻⁶秒後から、10⁻⁴秒後の短時間に、極めて小さかった宇宙が、急激に膨張して、その時放出された熱エネルギーが、ビッグバンになったとされている。本当に一瞬で膨張したんだね。こうやって宇宙を考察していくうちに、宇宙空間は、どこでも同じ条件ではない、ということが分かったんだ。どういうこと？例えば、とてつもなく重力が強い場所や、とてつもなく寒い場所みたいな感じだな。地球も宇宙からしてみれば、普通ではない場所だよね。その通り。宇宙からすると、地球は不自然な存在であるように、何かイレギュラーなものを見つけることが、多元宇宙論で、平行宇宙が存在するかどうかを、証明するヒントになるかもしれないんだ。その道のりは遠い気がするなぁ。多元宇宙論以外に、多世界解釈を使って、平行宇宙が存在するかどうかを証明することができる、と考えられているぞ。多世界解釈？多元宇宙論は、複数の宇宙に関しての理論だろ？それに対して多世界解釈は、パラレルワールドに関する理論なんだ。パラレルワールドってよく聞くけど、一体何なの？パラレルワールドとは、ある世界から分岐して、それに並行して存在する、別の世界のことだよ。全然わからん。簡単に言うと、ドラえもんのもしもボックスの世界だよ。いつもいつもダイエットにチャレンジしているけど、その体重が全然変わらないのが、今の現実だ。ただ、あの時のシュークリームを我慢して、しっかりと痩せた美しい姿も、パラレルの世界には存在しているかもしれない。これがパラレルワールドの考え方だ。おう、よくわかったけど、これはぶん殴っていいやつだよね。それに対して、私たちが存在している宇宙とは別に、他の宇宙が無数に存在しているのでは？というのが多元宇宙論だ。なるほど。多元宇宙論と多世界解釈の、二つを紹介したけど、多元宇宙論は多世界解釈に比べて、より平行宇宙を考えるヒントになる、と言われているんだ。カリフォルニア大学の宇宙物理学者、ブライアン・キーティング氏はこのように語っている。宇宙論研究者が、平行宇宙について考える上で、一つの候補として上がってくるのが、マルチバースです。宇宙の起源を説明する、有力なインフレーション理論から派生しています。我々の宇宙は、インフレーションの影響で、今のような姿になったと考えられています。ちなみに、マルチバースってのは、多元宇宙のことを指すぞ。インフレーション理論は、ビッグバンが起きて、急速に宇宙空間が膨らんだ、ってやつだよね。そうだな。でもちょっと疑問なんだけどさ。ビッグバンのせいでインフレーションが起こって、宇宙が膨張したのは分かったんだけど、どんな原理で膨張したのかな？もしかして、ビッグバンの力でぶわって膨らんだの？それとも、風船みたいに膨らんだのかな？実は、宇宙がどうやって膨張したのか、はっきりしたことは分かっていないんだ。インフレーションを引き起こしているとされるエネルギーを、インフラントと言うんだけど、どうやって膨張して、どうして私たちが見ている宇宙が出来上がったのかは、わからないんだ。これも宇宙の謎の一つだね。そうだな。でもなんで宇宙が膨張してるからって、宇宙がいくつもあるって話になるんだろう？アメリカ、カリフォルニア大学、バークレー校の研究者を務める、野村康則氏は、
宇宙が一つしかないという考えの方が、説明がつかなくなってきている。と語っているぞ。え、本当？しかも日本人じゃないか。10年前野村氏は、多元宇宙論を国際学会で発表したんだが、その時議長から、哲学的な発表をありがとう、と言われてしまったそうだ。めちゃくちゃ煽ってくるじゃん。でもこれは10年前の話だ。今はこんな捉えられ方はしないそうだぞ。この10年で、一体何があったんだろう。1998年に、宇宙は加速しながら膨張していることが分かった。これは衝撃的な発見だったんだ。へえ、そうなんだ。でもここで、ある疑問が浮上した。宇宙には重力があるから、物質は引き合って減速するはず。でも実際の宇宙は、加速しながら膨張している。理論と現実が一致しないのはなぜかを説明するとき、必要になるのが多元宇宙論だったんだ。ほほう。真空のエネルギー密度と、物質のエネルギー密度っていうのがあるんだけど。エネルギーは通常、物質が存在することによって生じる。つまり原子や粒子が存在しない真空は、エネルギーがゼロと考えられていた。しかし宇宙空間は、空間自体が、非常に小さなエネルギーを持っていることが確認されたんだ。宇宙空間って真空だと思ってた。そして最近の観測では、全宇宙の7割が真空で、残りの3割が物質であることが分かったんだ。へぇ。この真空のエネルギーの量は、ゼロからわずかなプラスであり、宇宙がいくら膨張しても、その密度は変わらないのだそうだ。一方で、物質のエネルギー密度は、空間が膨張することで、分母が大きくなるから減少していくよね。宇宙はどんどん膨張していくから、物質のエネルギーの密度は薄くなっていくのか。そうだね。それじゃあ、真空と物質のエネルギー密度は、どちらが大きいと思う？え、今の話の流れだと、真空でしょ？ブブー。答えは、ほぼ同じでした。ええー。そんなことある？これは本当に偶然で不思議なことなんだ。今説明した、真空のエネルギー密度と、物質のエネルギー密度が同じということから、宇宙が複数あることが導き出されるそうだよ。なんでそうなる？私たちの存在する宇宙以外に、様々な真空と物質のエネルギー密度を持った宇宙が、無数に存在するからではないか、と考えられるからなんだそうだ。無数の種類の宇宙があれば、その中には私たちの宇宙のように、奇跡的に条件のいいものが存在する確率も上がるよね。逆に言えば生命体は、無数に存在する宇宙の中でも、そうした奇跡的な環境の宇宙にしか生じない、神秘の存在とも言えるんだ。なるほどね。私たちの地球みたいに生命が溢れている星は、奇跡的な条件が揃っている必要があって、地球みたいな星が存在するには、無数の宇宙が存在していると考える方が自然ってことか。そういうことだ。異なる性質を持った宇宙は、10の千乗とか、1万乗個あると考えられている。それぐらいの種類がないと、奇跡的に我々の宇宙ができることがないのだそうだ。もしそうなら、地球って本当に奇跡の星なんだなぁ。でも他の宇宙があるなら、行ってみたいよね。他の宇宙は、物理法則や次元、真空のエネルギーが異なる空間なんだそうだ。ほとんどの宇宙は何もない空間で、そこに行くことはできないかもしれない。ただ、もし宇宙が無数に存在するなら、私たちの宇宙の後には、宇宙ができるとも考えられる。その小宇宙なら、未来のことだから行けるかもしれないな。小宇宙でもいいから行ってみたい。ただ行けたとしても、物理法則などが違うから。そこに入った瞬間に、消え失せてしまうらしいけどね。他の宇宙には、光もないかもしれないからな。え、じゃあ面白くなさそうだからいいや。ただ他の宇宙が本当に存在していた場合、重力の謎を解くことにもつながるかもしれないんだ。重力の謎？重力はとても弱い力だと言われていて、もしかしたら、他の次元から漏れ出ている力かもしれない、なんて言われたりしている。へえ、面白そう。重力の話はこの動画で詳しく話してるから、興味があったら見てみてくれ。もし他にも宇宙があったら、その宇宙にも人間みたいな存在がいるのかな？逆に、宇宙人は存在すると思うか？そりゃいるんじゃない？こんなにたくさん星もあるんだし。ちなみに野村氏は、宇宙人は存在すると語っていて、地球のような星が存在すれば、可能性はあるんじゃないかと言っているよ。宇宙人がいない方が、私は不自然だと思うんだよね。こんな広い宇宙に、地球にしか存在しないって方が不思議じゃない？でも、私たちが存在している地球って星は、宇宙の他の星と比べても、例を見ない奇跡の星だからな。地球みたいな星を見つけるのは、かなり難しいだろうけど、もし見つかったら、そこには人間以外の生き物が存在しているかもしれないな。地球からすっごい離れたところに存在してるのか。
それとも別の宇宙に存在してるのか。想像するだけでも、なんか楽しいよな。実はすっごい身近にいたりしてね。ははは、そんなバカなこと。宇宙の常識が覆された、ビッグバン理論は間違いかもしれない。宇宙がどうやって始まったか知ってるか？確かビッグバンっていう大爆発で始まったんじゃなかった？さすが、知ってたか。それくらいは常識だよね。でも、最近ビッグバン自体が間違いじゃないかって発見がされたんだ。え、そんなバカなことある？だって宇宙に詳しくない私でも知ってるくらい当たり前の話だよ。新しい宇宙望遠鏡の活躍で、ビッグバン宇宙論を否定せざるを得ないような新事実が次々に判明しているんだ。ビッグバンは起きなかったってこと？じゃあ今回は、定説であるビッグバン理論は間違いかもしれないその理由と、宇宙の始まりについて解説していこうか。私はビッグバンを信じるよ。それでビッグバンは起きたの？起きなかったの？まあ、そう結論を急ぐな。今回の発見は、NASA のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、ビッグバンからわずか5億年後という領域に、大質量銀河を6つも発見したことから始まる。それは何かおかしいの？従来の宇宙論では、この年代の宇宙には、小さな赤ちゃん銀河しか存在しないはずなんだ。だが今回発見された銀河は、私たちがいる天の川銀河に匹敵する、巨大な銀河だった。それは研究者に、これらの銀河は、現在の宇宙論のモデルに当てはめるには大きすぎると言わしめ。非公式だけど、それらの銀河をユニバースブレイカーと呼ばせてしまうくらいだ。宇宙の破壊者的なこと？今までの宇宙論をぶち壊すほどの発見なの？それだけ衝撃的だったってことだろうな。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡って、割と最近打ち上げられた宇宙望遠鏡だよね？そうだな。2021年12月25日に打ち上げられている。そして、従来の望遠鏡より100倍ほど強力な観測性能を持っているんだ。強力ってどこがすごいの？例えば、夏の東の空の高いところにひときわ輝いて見える。ことざのベガと、地球の距離を知っているか？ベガ？夏の大三角のやつだよね。距離はわからないな。その距離およそ、25光年だ。あんなに明るいのに、光の速さで言っても25年もかかるんだね。つまり、今私たちが見ているベガは、25年前のベガの姿ってことだ。まあそうだね。だから、より遠くの天体を観測できれば、それだけ過去の宇宙を観測できる。じゃあ、ジェイムズ・ウェッブは、すごく遠くの星を観測できるってこと？そういうことだな。ジェイムズ・ウェッブは、地球から150万キロ離れた宇宙空間に設置されている。だから、地球からの熱や大気の影響を受けず、遥か遠方の宇宙から届く、わずかな赤外線もキャッチできるから、100億年以上前の宇宙を、詳細に観測することができるんだ。100億年、それはすごいね。遠い天体から届く光は、宇宙の膨張とともに赤外線波長に引き伸ばされる。これを検出するのがジェイムズ・ウェッブの仕事なんだけど、今回の発見では、地球から130億光年以上離れた、複数の銀河の画像を取得することに成功した。つまり、130億年前の銀河を見つけたってことだね。あれ？ビッグバンが起きたのって、それくらいじゃなかったっけ？そうだな。宇宙は約138億年前に起きたビッグバンから、誕生したと考えられているから。これらの天体は、そのわずか5億から8億年後に出現したということになる。じゃあ、宇宙の年齢が5億から8億年だった時代の様子を観測したってことだね。研究者たちはそこで、巨大な銀河の形成と成長には膨大な時間がかかると考えられていることから、誕生したばかりの赤ちゃん銀河を観測する予定だったんだ。ビッグバンって大きな爆発だったんでしょ？バーンって銀河も誕生したわけじゃないの？巨大な銀河はそんな簡単にできるものじゃない。今回の発見をした研究者、イボラ・ベイ氏は、同僚のエリカ・ネルソン氏と共に、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の検出したデータの中から、ハッブル宇宙望遠鏡が見逃していた可能性のある、新しいタイプの銀河を探す研究をしていたんだ。ハッブル宇宙望遠鏡って何なの？1990年に打ち上げられて、30年以上活躍しているすごい宇宙望遠鏡だよ。ジェイムズ・ウェッブは、ハッブルの後継機に当たるな。なるほどね。ある時同僚のネルソン氏が、ラベイ氏に銀河の写真を送ってきたんだ。そこには、UFO のように映る、赤い円盤のような銀河が映っていた。それが、噂の大質量銀河？ああ、その銀河の分析結果に目を向けたラベイ氏は、驚きすぎて、思わずコーヒーを吹き出しそうになったんだ。そんなアニメみたいなことないでしょ。それで何にそんなに驚いたの？そこには、その銀河の距離が地球から131億光年。
質量は太陽質量の1000億倍という、信じれられないような2つの数字が並んでいた。ちょっと、どの辺が信じられないのかがいまいちわかんないな。宇宙誕生から5億年程度の銀河が、現在の太陽の1000億倍の重さだったってことだよね？そういうことなんだけど。この数値は、現在の宇宙論では説明することができない銀河の存在を指し示している。例えば、地球がある天の川銀河の形成が始まったのは、約130億年前とされているけど、それが毎年約1から2個の新しい星を形成し、他の小さな銀河を取り込むことで、現在の太陽質量の1000億倍というサイズまで、ゆっくり成長したと考えられる。つまり、宇宙誕生から5億から8億年後という短い期間で、現在の天の川銀河と同じサイズまで銀河が成長するのは、今の宇宙論だとありえないことなんだ。その銀河の発見が常識から外れすぎてて、コーヒー吹き出したのか。現在の宇宙論では、宇宙がビッグバンという大爆発から始まり、高温高密度の火の玉状態から、膨張とともに冷却され、極初期の宇宙に、水素とヘリウムという元素をもたらしたと考えられている。これらが徐々に星を形成していき、それが銀河を形成していった。最初の銀河がいつ生まれたかについては、現在でもわかっていないけど、おおよそ、ビッグバンから10億から20億年後には、初期の銀河が十分に成熟し、互いに合併などを繰り返して小さな銀河を形成したと考えられている。なら5億から8億年後っていうとめちゃくちゃ早い成長だね。なのに、発見された銀河は131億光年という距離にありながら、その質量が天の川銀河と同等の、太陽質量の1000億倍に達していたってわけだ。しかも、このような大質量銀河を、ラベーシラはその後、計6個も発見した。6個も。まるで大質量銀河のバーゲンセールじゃん。ベジータはいいんだよ。発見された6つの大質量銀河は、現在の宇宙論と矛盾している。ビッグバンが起きて宇宙が誕生したとすれば、これらの銀河はビッグバン後にできたはずだ。しかしそうだとすると、この銀河は誕生後から急速に成長し、毎年何百個ほどもの新しい星を、形成し続けたことになってしまう。大忙しだね。現在の宇宙論では、星を形成するために利用できるガスの量について複雑な予測があり、この予測に従って、今回の銀河の生成を計算した場合、宇宙のほぼ全てのガスが 100% 近い効率で星に変わる必要がある。これはつまり、現在の理論に従って今回の大質量銀河を形成することは、不可能ということだ。え、不可能？だから、研究者たちは今回の発見について、現在の宇宙論のモデルと 99% 矛盾している、とさえ言っている。これは現在のモデルを変更するか、銀河形成の理解を根本的に再考する必要があることを示唆している。発見した6つの銀河を、ユニバースブレイカーと呼んでしまう気持ちがやっとわかったよ。だろ？現在の宇宙論ではありえない大質量銀河の存在が、その名の通り、宇宙論を崩してしまうかもしれないからな。もちろん、今回取得されたデータに何らかの不備がある可能性はあるけど、研究者たちの多くの試みにもかかわらず、今のところミスは発見できていない。世界が大きく動きそうな予感がするよ。これらユニバースブレイカーが、実際には銀河でなく、別のものである可能性も残されてるけどな。え、別のものって例えば？これまでに発見されたことのない種類の、大質量ブラックホールとかだ。そのためチームは、今後ユニバースブレイカーのスペクトル画像を撮影する予定だそうだ。ふむふむ。これにより、対象の性質、距離、サイズがより詳しく明らかになって、本物かどうか見分けられる可能性は高まるな。ただし、注意しなければならないのは、宇宙論が崩壊すると言っても、それはいくつかの修正を必要とするというニュアンスに止まる。そうなの？天地がひっくり返ったりはしないわけだ。現在ジェームズ・ウェッブは、現行の理論に対立する多くの発見を報告しているから。一部の人たちは、ビッグバン自体が起こらなかったのでは？など、大胆な予測を述べている。しかし、ビッグバンが起きたという事実自体は、宇宙マイクロ波背景放射などを含め、確かな証拠が存在している。じゃあ、どうなっちゃうの？初期の宇宙における、重要なステップのいくつかを見落としている可能性は濃厚だろうな。素晴らしい宇宙望遠鏡の働きによって、これからも、今まで想像もできなかったような、新たな発見がたくさんあるだろう。だからといって、宇宙の全体像に関する認識が180度変わってしまうわけではなく、人類の宇宙への理解が、より深まる一歩に過ぎないということだな。これまでも研究者の人たちが、頭をひねって確かめて、今の宇宙論はあるんだもんね。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、2021年に観測を開始したばかりだから。きっとこれからも、驚くような発見がどんどんされていくんだろうね。次の発見は、コスモクラッシャーかな？
そんな次々宇宙を破壊されたらたまったもんじゃないな。実は早速、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、ビッグバン宇宙論と相違がある、4つの古代銀河を発見している。そうなの、すごいスピード感で新発見をしてるんだね。2021年12月にジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の運用が開始されて以来、常識を覆すような発見が続いているけど、中でも注目されているのが、今紹介した、ビッグバン後のかなり早い時期に巨大な銀河が見つかったというものだ。宇宙がどのように進化したかの理論を揺るがすくらいの、大発見だったんだよね。そして新たに、観測史上最も古い4つの古代銀河を発見したと、2023年4月に発表された。ユニバースブレイカーたちより前にできたってこと？そうなるな。その時に発見された6つの巨大銀河は、ビッグバンからわずか5億から8億年後に出現したんだったよね。その銀河たちの質量は、太陽質量の1000億倍だったんでしょ？その通りだ。だから、銀河の誕生後にかなり急速に成長したと考えられる。成長速度は現行の理論ではありえない。だから研究者たちは、現在の宇宙論モデルと 99% 矛盾しているって言ったんでしょ。お、バッチリ覚えてるな。それで今回発見された4つの銀河は、これまでに観測された中で最も古い銀河で、地球から130億光年以上の領域、つまりビッグバンから3億から5億年後に誕生したものと推定される。これら4つのうち最も古い銀河は、ビッグバンからなんと、3億2000万年後に誕生していたんだ。さっきの巨大銀河たちより前だね。規模は太陽質量の1億倍程度で小さいけど、宇宙初期の銀河としては、驚くべき速度で星形成がされている。宇宙界のウサインボルトだ。ちょっと速さの意味が違う気がするが、ビッグバンから3億2000万年後というのは、ビッグバンによる暗黒時代が過ぎた後に、宇宙にある物質が再電離を引き起こしたタイミングであり、宇宙の初期の天体が誕生した、宇宙の夜明けとも呼ばれている時代なんだ。え、なんて？暗黒時代の後に再電離で宇宙の夜明け？簡単に言うと、ビッグバンという超高温、超高圧の火の玉が爆発したことによって誕生した宇宙は、もちろん誕生直後は、超高温、高密度だった。それが、宇宙の膨張とともに温度と密度が下がり、誕生から約37万年後である程度落ち着いてきて、濃い霧がかかったように何も見えなかった状態から、霧が晴れてくっきり景色が見える状態になったんだ。それを、宇宙の晴れ上がりと言うんだ。その時はまだ、星や銀河などの光を放つ天体は存在していなかった。そこから、宇宙で最初の天体が生まれるまでを暗黒時代と呼んでいるんだ。へえ、星がない宇宙なんて想像できないね。宇宙にあるガスは、宇宙の晴れ上がり前は、高温による電離状態にあったんだけど、次第に冷えて、その後の宇宙の暗黒時代には、中性ガス状態になったんだ。そのガスが、初めての天体の誕生と銀河の形成により再び電離された。つまりは再電離が起こったわけだ。わかったような、わからないような。ガスしかなかった宇宙に、星が誕生して宇宙の夜明けを迎えたってことかな。そんな感じだな。それで、新たに発見された4つの古い銀河の話だ。この発見された古代銀河は、次のような2つの性質を持っていた。1つは、質量の小さい4つの古代銀河では、急速な星形成が見られたこと。もう1つは、4つとも非常に小さいというところだ。とっても小さいのに、すごい勢いで星を作り出してるんだね。研究チームが古代銀河の質量を測ったところ、古代銀河の質量は太陽質量の1億倍しかなく、天の川銀河と比べると、非常に小さいものだった。それなのに、現在の天の川銀河とほぼ同じ速度ほどの、非常に速いペースで星形成が行われていたんだ。今回の論文を書いたステファン・シャーロット氏もこう述べている。宇宙の初期の銀河としては、驚くべき速度だ。銀河は小さいと星の形成は遅いのが普通なの？小ささよりも宇宙の成熟度の話かな。現在の宇宙論の標準モデルで考えると、宇宙の初期では、星を形成するための材料である、酸素や鉄などの重元素が不足していて、当時の星のほとんどは、水素やヘリウムでゆっくりと形成されると考えられているんだ。天の川銀河の星形成速度は、現在の宇宙の中では平均的な水準と考えられているから、古代銀河の星形成の速度が、現在の天の川銀河と同程度であることは大きな発見だと言える。なるほど。ちなみに今回の研究では、4つの古代銀河には金属などの重元素があまり含まれていないと分かった。この点について新しく発見された初期宇宙の銀河4つは、現行の宇宙論モデルと矛盾していない。ただ星形成の速度が、現行の理論を上回るスピードなのは間違いなさそうだな。新しい発見があればあるほど、今の宇宙の理論が完璧じゃないって思い知らされるね。今回の発見も、先ほど紹介した6つの大質量銀河と同様に、
現行の宇宙論のモデルに、いくらか調整を加える必要があるだろうな。アメリカ、イェール大学の天文学者、ピーター・バンドックム氏が、最前線はほぼ毎月動いていると発言しているように、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測データは、すごい勢いで出天文学を推し進めている。ジェームズ・ウェッブもすごいし、研究者たちも本当にすごいね。今回の発見によって、まだ観測されていない領域はビッグバンから約3億年の間だけになった。今後も科学者たちは、最新の宇宙望遠鏡などから得られるデータによって宇宙の始まりに迫り続け、まだ私たちが見たことのない世界を見せてくれることだろうな。どんな発見があるか楽しみだね。でも、次から次へと新事実が見つかりすぎて、研究者さんたちがオーバーワークにならないかが心配。きちんと休息をとって、体に気をつけて研究を続けてほしいね。でもどっちの発見も、ビッグバン宇宙論と観測された結果が、食い違ってるから大騒ぎになってるんだよね。そうだな。話聞いてて思ったんだけど、そもそもビッグバン宇宙論ってどんな理論なの？じゃあ、宇宙の始まりや名前の由来、歴史に触れながら、ビッグバン宇宙論について解説しようか。よろしく。現在の宇宙論では、宇宙は138億年前に、超高温、超高圧の火の玉が爆発することで始まったと考えられている。この大爆発のことを、ビッグバンと呼んでいることは知ってるよね。それはさっきもちょっと説明してもらったね。じゃあ、その後はどうなったかは知ってるか？え、爆発したんだからバーンって広がったんじゃないの？正解、宇宙は超高温、超高圧の状態から始まり、急激に膨張したんだ。そして、現在も膨張を続けている。今でも宇宙は広がり続けてるって聞いたことあるけど、ビッグバンからずっとなんだね。余談だけど、ビッグバンのことをビッグバンと表現されている場合もあるけど、天文現象を表す場合は、ビッグバンが正しい表記だから、文字にするときなんかは気をつけてほしい。意識したことなかった、気をつけます。火の玉が爆発したってことは分かったんだけどさ、その火の玉ってどこから生まれたの？まだそこは解明されていないが、定説だと。何もないところに、とても小さな宇宙の種が生まれたと考えられている。その種が生まれると同時に急激に膨張し、引き続いて大爆発した。それがビッグバン。無から生まれて、突然の膨張からの大爆発、意味わかんないね。本当に人知を超えた現象だよな。ここからは、今の宇宙論に至るまでの奇跡をたどりながら話をしていくよ。考え方として、静的な宇宙と動的な宇宙というものがある。20世紀初めまでは、宇宙には始まりも終わりもなく、永遠不変のものだと考えられていた。万有引力を発見したニュートンは、宇宙が有限の大きさで有限個の星があるなら、星同士の重力でいつか収縮してしまうだろう。と指摘しながらも、宇宙空間が無限で無限個の星が一様に分布しているなら、静的な宇宙が存在できると考えていた。宇宙はずっと変わらないって思ってたんだね。一般相対性理論を作り上げて、宇宙論の礎を築いたアインシュタインも、宇宙は静的であり、膨張や収縮などしないと考えていた。ニュートンに続き、アインシュタインまで。アインシュタインの理論でも重力は引力であるため、宇宙は時間とともに収縮するという結果になる。そこで、アインシュタイン重力に釣り合う反発力があると仮定して、静的な宇宙のモデルを作ったんだ。この反発力は、一般相対性理論の方程式に宇宙光として導入された。あれ？でも今もビッグバンから動いてるって言ってたよね？じゃあ静的な宇宙のモデルとは違うんじゃないの？その通りだ。これに対して、動的な宇宙支持者の研究結果としては、ロシアの物理学者、フリードマンが、宇宙光のない一般相対性理論の方程式を解いて、膨張宇宙モデルを導き出したんだ。このモデルでは、宇宙の中にある物質やエネルギーによる重力は働いているが、宇宙自体の膨張で、その効果が打ち消されるということになる。へえ、そうなんだ。一方、ベルギーの天文学者、ルメートルは、宇宙光を導入した一般相対性理論の方程式を解いて、こちらも膨張宇宙モデルを得ることとなった。そして宇宙膨張速を発表し、さらに宇宙が特異点から始まったという、ビッグバン理論の元となるアイデアを示した。フリードマンにルメートル、かなりビッグバンに近づいてるね。そして、1929年にアメリカの天文学者、ハッブルが、遠くにある銀河ほど、高速で遠ざかっていることを発見した。銀河が遠ければ遠いほど、どんどん離れる速さが速くなっていくってこと？銀河の交代速度は、銀河までの距離に比例しているというがわかったんだ。この関係をハッブル・ルメートルの法則と呼ぶ。ハッブルさんが発見したんだよね。法則の名前にルメートルの名前が入ってるけど、ルメートルも1927年に発表した論文で、銀河の距離と交代速度の関係の予測をしていたことが認められて、
国際天文学連合が2018年に開いた総会で、宇宙の膨張を表す法則は今後ハッブル・ルメートルの法則と呼ぶことを推奨する、という決議を成立させたんだ。結構最近の話だね。ハッブル・ルメートルの法則を素直に解釈すると、過去に遡ると、宇宙は今よりも小さかったということになる。遠ざかって広がってるのを巻き戻したら、ぎゅるっと小さな点になっちゃうよ。現在は互いに遠ざかっている銀河の、時間を巻き戻すとあらゆる銀河が1点に集まる。物質を押し縮めると密度が高くなり、温度が上がる。これは、一体どういう状態だ？わかった。高温高密度の火の玉状態だ。つまりはビッグバンが起きる寸前。そうだな。ハッブル・ルメートルの法則からは、宇宙の初めは、原子や原子核も溶けてしまうほどの高温だったことが導かれる。宇宙初期の原子核合成の理論を考えたのが、科学啓蒙作家としても有名なガモフだ。宇宙は非常に小さな高温高密度の火の玉状態から始まって、膨張とともに希薄になり温度が下がって現在の状態になった。という火の玉宇宙モデルをガモフは主張した。ガモフさんのことは知らなかったけど、言ってる内容は今のビッグバン理論そのものだね。それじゃあここで、ビッグバンを命名した人を発表しよう。え、誰だろう？ガモフさんか、まさかのルメール。ブブー。正解は、宇宙物理学者フレッド・ホイル氏だ。誰？彼はユーモアを込めて、宇宙がドッカーンと大爆発した説というニュアンスで、宇宙の膨張説をビッグバン理論と呼んだんだ。めちゃくちゃ安直な理由だった。ホイルのネーミングセンスが良かったからか。世界中の研究者が、ビッグバンという言葉を使うようになったってわけだ。つい口にしたくなる気持ちはわからなくもないよ。英語の発音は知らないけど。面白いことに、ホイルはビッグバン宇宙論を推し進める立場の人間ではなく、それに反対する、定常宇宙論を唱える人物だったんだ。嘘でしょ、定常宇宙論って何なの？定常宇宙論では、宇宙は膨張していても時間的には変化しないと考えるんだ。膨張宇宙では物質の密度がだんだん小さくなるはずなんだけど、定常宇宙論では、無から物質が生成するため密度は一定になる。質量保存の法則って言ってやりたいけど、ビッグバンという前例があるから何も言えない。そして1965年、ついにビッグバン宇宙論の決定的証拠が見つかったんだ。なになに？それは、宇宙マイクロ波背景放射。ごめん、全然わかんなかった。宇宙マイクロ波背景放射って一体何？宇宙マイクロ波背景放射は、宇宙のあらゆる方向から地球に降り注ぐ電波で、波長 4GHz のマイクロ波なんだ。約138億年前、細かく言うと宇宙誕生から約38万年後、3000K以上の高温だった宇宙から放射された光が、約138億年かけて地球に届いたものなんだ。その間に宇宙は、1000倍ほどに大きくなり、温度も 3K まで冷えている。ケルビンって絶対温度ってやつだよね？摂氏だと何度なの？ 3000K はおよそ2700度、3K はだいたいマイナス270度だな。宇宙誕生では2700度以上だった宇宙が、今ではマイナス270度だなんて、環境が全然違うね。この宇宙マイクロ波背景放射の存在は、かつて宇宙には熱い時代があったということを示している。ビッグバン宇宙論により、宇宙は膨張しているだけではなく、始まりがあることが明らかになったということだ。宇宙は永遠不変のものではなく、発展、進化していくものだったんだな。地球も宇宙に負けじと、発展、進化しているのかな。それを人間が邪魔をしないように、環境問題にも目を向ける必要がありそうだね。締めみたいな、いいこと言うな。でも、発見はまだ終わらないぞ。え、そうなの？1992年、この宇宙にゆらぎという銀河形成の小さな種が発見された。発端となったのは、今説明したばかりの宇宙マイクロ波背景放射だな。アメリカのベル研究所が、1965年、遠く宇宙の、あらゆる方向からやってくるマイクロ波の後に、宇宙背景放射と呼ばれる、電波雑音を観測した。波長 1mm あたりが一番強く、温度に換算するとマイナス270度にきれいに揃っているんだ。これにより、大昔の宇宙は密度が高く熱かったが、爆発による膨張でマイナス270度まで冷えてきたと考えられ、ビッグバン宇宙説が高く評価されるようになったんだよね。宇宙空間では、あんな仰々しい宇宙服着てるけど、納得の寒さだ。そして、アメリカの NASA が打ち上げたコービー衛星が、1992年20万分の1度という、宇宙背景放射の温度の揺らぎを発見したんだ。マイナス270度から、少しだけ外れる温度のところがあったってこと？そうだ。これらを解析した結果、宇宙年齢や宇宙の極率などが判明し、宇宙物理学は新しい大きな一歩を踏み出すことになったんだ。
この発見により、これまで宇宙は無限の過去から未来まで膨張している。という考えを主張していた研究者も、宇宙の始まりを認めざるを得なくなったんだ。これで、ようやく宇宙の始、つまりは始まりから宇宙を語ることが可能になった。ねえ、宇宙の始が始まりってどういうこと？そうだな、まず、宇宙の全体像をイメージしてみてほしい。宇宙全体ね。オッケー。宇宙は、私たちが住む地球や火星などの惑星が集まって太陽系を作っている。こうした天体の集団が銀河系を形成し、銀河系が数百とか数千個集まって銀河団を作り、これが宇宙全体につながっていく。よく宇宙の話聞いてるからか、スムーズに想像できてるよ。地上に住む私たちから見ると、宇宙は限りなく広がっているように思えるよね。確かに。でも、もっと遠くには、そのまた向こうには何があるか考えてほしい。宇宙はどこまで続くのだろうか？これを考えるのが宇宙物理学なんだけど。宇宙解明の手がかりとなるのが、遠く輝く星の光。想像力足りなくてずっと同じ映像になっちゃう。星の光が私たちの目に届くには、時間がかかる。私たちがその光を目にするまでに、何千年、何万年もかかる遠くの星だって珍しくないし。地球に届くまでに、その星は爆発してなくなってしまっている可能性さえある。もうすでにないものを見るなんて、狐に化かされた気分だね。こうして遠い星の光、もっと遠い昔の光というように。研究者たちは、宇宙の歴史を遡って観察し、宇宙の姿を研究しているんだ。では、一番遠くの光はどうかというと、そこが宇宙の始まりであり、宇宙の端っこ。その壁の向こう側、つまり宇宙の始まり以前に光を放った星は存在しないってことだな。宇宙の端が始まりってそういうことか、すっきりした。すっきりしたところで、みんな大好きダークマター&ダークエネルギーについても触れておこう。お、宇宙の始まりと何か関係あるの？関係ないわけないが、今回はダークマターについて揺らぎを観測してたらわかったよって話だ。すべての物事は繋がってるんだね。すべての元素は宇宙で作られている。宇宙の端から内側を見ると、宇宙の歴史を元素の種類によって見ることができる。つまり、軽い元素は宇宙の初期に作られたから隅っこにもあり。炭素を作るには何千万年、何億年かかるからもう少し内側にある。鉄なら星の中で作られるが、ウランやプルトニウムは、星が爆発しなければ作れない。しかし、宇宙は元素だけでできているわけではないよな。ダークマターだね。そう、ダークマターとか、ダークエネルギーと称される怪しげな正体不明のものがあり。これらが宇宙全体の 95% を占めている。ダークマターが 27%、ダークエネルギーが 69% だな。私たちが見て感じられているのは、残りのたった 5% なのか。これは、2001年に打ち上げられたアメリカの人工衛星、WMAP 衛星が、2003年に行った、揺らぎのさらに詳しい観測によってわかったんだ。そんなことがわかったのも結構最近なんだね。ダークマターというのは、銀河や銀河団に集まってくる、質量はあるのに見えない物質だ。動き回っているけど、光を出さず、赤外線や X 線などでも観測できない。でも、これがないと先ほどの揺らぎが成長して、銀河を形成することができないんだ。最近になって、宇宙の誕生から今日までの歩みを予測できるようにはなったけど、宇宙の大部分を占める暗黒の物質の正体の解明にはまだ至っていない。謎な部分も魅力だけどね。古代エジプトで発達した天文学から始まり、20世紀に入ると、宇宙の成立や宇宙エネルギーに関する現象を研究する新しい学問、宇宙物理学が誕生した。しかし、宇宙は何でできている、宇宙の始まりは、など、宇宙は138億年前に誕生したのに、素朴な質問に答えられるようになったのすら。実は随分最近のことなんだ。研究者たちの努力の賜物だね。数々の研究者が長年にわたって挑んできた宇宙。21世紀の今になっても、宇宙を知り尽くすなんてまだまだ遠い将来の話だな。1965年に宇宙背景放射の発見、1992年に揺らぎの発見と、2003年にその詳しい観測という、大きな成果が相次いだけど、ビッグバン理論が出てきてまだ100年にもなっていない。宇宙の年齢から考えたらほんのちょっと前だよねー。宇宙には銀河が集中しているところと、あまりないところがあるけど、この偏りを、昔は数値計算していた。もっともこれは、5億光年くらいの距離で見たらの話で、最近では100ストーク光年まで見られるようになった結果、大きく見ればそれほど偏っていないことが分かってきたんだよ。全くもって、スケールが違う話だね。ほんと宇宙は、解明したい謎が尽きない。どうやって、数億光年のスケールの大規模構造が宇宙で形成されたのか、一刻も早く知りたいし、ダークマターやダークエネルギーの姿もどうにかして捉えたい。目標は高くっていうもんね。
ダークエネルギーのある宇宙では、私たち太陽系のある天の川銀河は、あと数十億年で近くにあるアンドロメダ銀河に近づき合体し、巨大な銀河になると予測されている。こうした宇宙の大規模構造や、揺らぎのパターンの解明、ダークエネルギーの関連で、ブラックホールとは何なのかの解明など、たくさんありすぎて、上げても上げてもキリがない。まだまだ宇宙には解決しなきゃいけない謎が盛りだくさんだね。ただ、謎の解決は新しいものだけじゃないんだ。世の中には、一度否定された定常宇宙論をまた唱え始める人もいるからね。否定されたものがまた出てくることがあるの。というか、定常宇宙論ってビッグバン宇宙論と、対をなすような理論だったよね。そうだな。ビッグバンと対立する概念として、この宇宙は膨張しておらず、終わりも始まりもない、永遠不変のものであるとする。20世紀半ば頃までは、こっちの方が定説だったものだな。ニュートンもアインシュタインも、最初は定常宇宙論を支持してたんだもんね。やっぱり定常宇宙論が見直されて、こっちが正しいってことになったりするのかな。じゃあ、次はビッグバン宇宙論否定説は実際どうなのか、少し掘り下げてみよう。やった。ビッグバン宇宙論が、間違いであるとする結果が得られたと、一部の界隈で話題になっているけど。それは、現在大活躍中の最新最強の、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した新宇宙の観測したデータが原因だ。さっきも聞いたような話だね。それだけ、今まで見えていなかったものが、見えるようになってるということだな。定常宇宙論派の主な主張は主に二つある。一つ目は、疲れた光仮説だ。疲れた光？遠方の天体からやってきた光の波長ごとのスペクトルと呼ばれる強度を調べると、地球から遠い天体からの光ほど、波長が伸びていることがわかっている。これは赤方変異と呼ばれる現象だ。赤方変異？ビッグバン宇宙論では、赤方変異は宇宙膨張によるものだと解釈している。地球に届くまでの過程で、空間の膨張の影響を受けた光は、その波長が伸びてしまう。波長が伸びるとどうなるの？人の目には赤っぽく映るんだ。へえ、そうなんだ。一方、定常宇宙論派は、光が宇宙を旅する過程で他の何かと作用し、エネルギーが減衰した結果であると考える。このように、遠方から来た光はエネルギーが減衰しているという仮説を、疲れた光仮説と呼ぶ。疲れた光仮説が正しい場合、宇宙が膨張していなくても赤方変異を説明できるため、これは定常宇宙論と矛盾しない。この疲れた光仮説が正しいとするのが、定常宇宙論派の主な主張だ。同じ現象でも、そうなる理由が違うと考えてるんだね。そして、二つ目はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した画像だな。本格的な科学観測を開始してから、最初に公開されたこの画像は、SMAC0723 と呼ばれる銀河団が存在する領域を撮影したものだ。星が光ってるね。以前にも、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影したことがある領域だが、その時の画像と比べると差は一目瞭然だな。全然違う。ハッブル宇宙望遠鏡では理解できなかった、この領域に存在する銀河の詳細な形状を調べた結果、遠方の宇宙に、天の川銀河やアンドロメダ銀河のように、円盤状の形をした円盤銀河が、従来の予想の10倍も高い割合で存在していたことが判明したんだ。円盤だと何か不都合があるの？円盤銀河は特に、地球から近傍の宇宙に多く見られていて、形状に統一性がなく小さい、矮小銀河が多数の衝突を繰り返すことで、徐々に銀河が成長して形成されるものであると、従来の宇宙論では考えられてきた。予想していたより大きい銀河が、たくさん見つかったってことなんだね。だけど、最新の観測では、この定説を覆す驚くべき結果が得られ、これを発表した論文でも、タイトルにパニック、という単語が含まれているほどなんだ。研究者もパニックを起こすほどの新発見。そんな観測結果が拡大解釈され、ビッグバン宇宙論は間違いだったと主張するに至っているわけだな。なるほど。そりゃあ、パニック起こしたら定説すら否定したくなるよね。だけど、ビッグバン宇宙論派の主張は、様々な観測事実に裏付けられているから、覆すのは難しいと思うぞ。ビッグバン宇宙論を裏付ける観測事実はいくつもあるんだけど、ここでは、遠方の銀河の表面輝度と宇宙背景放射の二つを紹介しよう。おお、難しい言葉が並んでる。まずは、遠方の銀河の表面輝度だな。仮に宇宙が膨張しておらず定常の場合、地球から見た天体の見た目の大きさも、見た目の明るさも、どちらも地球からの距離の2乗に反比例する。どういうこと？ある天体が、本来の大きさや明るさをそのままに、地球から元の2倍離れた場合、見た目の大きさも明るさも4分の1になり、元の3倍離れた場合どちらも9分の1になる。2乗に反比例ね、わかったよ。
ある天体の単位面積あたりの明るさ、つまり表面輝度は、宇宙が定常である場合、距離によらず常に一定ということになる。宇宙が定常の場合はずっと2乗に反比例分だけ小さくなって暗くなるんだね。一方、宇宙が膨張している場合、宇宙膨張による赤方変異や、天体そのものが遠ざかっていることなど、様々な効果によって、単位面積あたりの明るさは距離が遠いほど暗くなる。そして実際の観測結果から、遠方の天体ほど、単位面積あたりの明るさが暗くなっていることがわかっているんだけど、これは疲れた光仮説では説明できず、ビッグバン宇宙論を支持する観測事実の一つだな。観測されてるんだもんね。次に宇宙背景放射だが、これは、さっきも話した宇宙マイクロ波放射のことなんだけど、全方向からほぼ等しい強度でやってくる、マイクロ波と呼ばれる電波だ。これはさっきも聞いた気がするよ。まだ定常宇宙論の支持派も多かった頃、宇宙背景放射は理論的に存在が予言されていた。そんな中発見された背景放射は、予言されていたものと非常に高い精度で性質が一致していたんだ。ふむふむ。宇宙背景放射が検出されていこう。ビッグバン宇宙論は、定説としての立場を確立していったとされていて、ビッグバン宇宙論を裏付ける、最も強い観測的事実であるとも言われるくらいだ。超強力な事実か。宇宙背景放射は、この宇宙がかつて超高温の状態であったことの名残なんだ。そんな宇宙が膨張して、現在のような広大で冷たいものに進化したと考える以外に、背景放射の存在を説明できる理論は存在しない。じゃあ、ジェームズ・ウェッブの観測結果はどうなるのさ。ビッグバン宇宙論が間違っているという、主張の根拠として扱われてるんでしょ？それも、実際にはビッグバン宇宙論を支持し続けているんだ。どうして？初期宇宙では、現代と比べて銀河の大きさの平均が非常に小さいことが分かっている。これは過去に銀河が存在しない状態から、徐々に形成されていったとする、ビッグバン宇宙論の主張と矛盾しない。そうなの？確かにジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測により、宇宙のかなり初期から、形の整った円盤銀河が多数存在していたことが分かった。でも、これで銀河形成のメカニズムなどの理解が覆ることがあっても、ビッグバン自体が否定されることは断じてない。結局、ビッグバンが定説なのは覆らないか。まあ、女心みたいに、定説がコロコロ変わられても困るもんね。ただ、そんな宇宙の定説なんだけど、宇宙誕生の瞬間は、138億年前と言われているんだけど、実は267億年前だった可能性が出てきたぞ。言ってるそばから定説ひっくり返しに来た。267億年前、138億年と全然違うよ。これは、2023年7月に発表された研究なんだけど、今までの年数は、宇宙の膨張スピードから導き出されたものだったんだ。そこに、光は長旅で疲れるという古い仮説を合わせて考えると、実はそれよりも2倍近く古い、267億年であるとする新たな研究結果出たとのことだ。疲れた光仮説じゃん。宇宙の年齢を推定するのは、身長の伸びるスピードから子供の誕生日を当ててみるようなものだ。遠くにある星々は、それが本来放っているはずの光よりも少しだけ赤く見える。その理由は、宇宙が膨張して光が引っ張られているからとされている。赤方変異だね。すると、より赤みを帯びた光ほど、より長い距離を引っ張られた古い光ということになる。ここから宇宙の膨張率を求め、それを逆算することで宇宙が誕生した時期を推定している。そうやって導き出されたのが138億年なんでしょ？だが遠くの光が赤く見える理由についての説は、これだけではないと。1929年に主張したのが、超新星研究の先駆者である天文学者、フリッツ・ツビッキー氏だ。遠くからやってきた光は疲れている。つまりは、エネルギーを失っている。すると周波数は下がり、波長が長くなることで赤くなる。この疲れた光仮説は、様々な問題を抱えていたため。光の赤さは、宇宙の膨張のせいであるという説が一般的になった。そうだよね。だが、今回の説を唱えている、オタワ大学の理論物理学者、ラジェンドラグプタ氏によれば、この二つの説は、お互いに矛盾しているわけではないらしい。むしろ、両者を組み合わせることで、異常なほど古い星がある理由や、銀河が年齢以上に年を取っているように見える理由を、説明できるかもしれないとのことだ。ハイブリッド型を提案してきたわけだ。グプタ氏の説は、宇宙の大きさについての天文学の常識は、一応正しいということを前提にしている。だがここで、結合定数というものを考慮する。結合定数とは、原子や分子のような粒子が、お互いに作用する力の強さのことだ。例えば、磁石の S 極と N 極はくっつこうとする。このくっつき合う力の強さが結合定数だ。ああ、なるほど。
付き合う力が強ければ、結合定数は大きい。じゃあ、弱ければ結合定数は小さいということだね。例として磁石を出したけど、この結合定数はどんな力にもあるんだよ。そして、それは必ずしも一定ではなく、エネルギーによって変化する。変化するの？もしも結合定数が時間とともに変化し、それが光の動きを左右するのだとしたら、これまでの宇宙の年齢を求める計算は大幅に狂ってしまう。このような考えから、グプタ氏が導き出した宇宙の真の年齢は、一般的に言われているような138億歳ではなく、267億歳なんだ。にわかには信じがたいね。それに、宇宙の年齢の出し方も、いまいちピンときてないんだよね。そんなあなたに、宇宙の年齢がどうやってわかっているかも解説しましょう。おう、急にどうした？現在、宇宙の年齢は推定で、約138億歳とされている。つまり、ビッグバンが起きた瞬間から現在までに、約138億年経ったということだ。それはわかるよ。ちなみに、地球の推定年齢は約45億歳、地球上に生物が誕生したのが約35億年前。人類の祖先が誕生したのが約600万年前。現在の人類であるホモサピエンスが誕生したのが約7万年前。そう考えると、まだまだ人類はペイペイですな。なぜ、宇宙の年齢がわかっているかというと、ハッブルの法則にのっとると、宇宙は膨張してる。うんうん。宇宙空間にある銀河は、地球から遠いものほど、より早く地球から遠ざかっている。言い換えると、あらゆる銀河は地球からの距離に比例した速度で遠ざかっている。例えば、地球と銀河の距離が10倍違ったら、遠ざかっていく速度も10倍違う。離れていくたび、どんどん離れるスピードも速くなるってやつだよね。あらゆる銀河が、距離に比例した一定の速度で遠ざかっているのであれば、逆をたどれば、どこかのタイミングでそれらの銀河は1点に集中するはずだよね。その1点に集中するタイミングが、ビッグバンが起きたタイミングだ。そうそう。遠ざかっていく銀河の速度と地球との距離がわかれば、1点に集中するタイミングを計算でき、現在の技術でその距離と速度は観測ができるから、宇宙の年齢が推定されている。具体的にはどうやって推定してるの？要は計算をしているんだけど、まずはこのグラフを見てほしい。これは、横軸が銀河までの距離、縦軸が銀河の遠ざかる速度を表していて、さっき言った、離れれば離れるほど、遠ざかるスピードも速くなるってことを示している。グラフ見ると数学の授業を思い出してドキドキするね。そうか？これを数式に直すと、V イコール H0D。すでに詳しく知りたかったことを公開している。大丈夫。数式はお友達だ。今の式を日本語で言うと、銀河の地球からの交代速度イコールハッブル定数×地球と銀河の距離。ちょっとわかりやすくなった。比例定数である H0 が、ハッブル定数と呼ばれ、グラフの傾き、つまりは宇宙の膨張速度を表している。ハッブル定数は、約 67.74km/mps だから、この逆数から、宇宙の年齢が138億歳と推定されている。これも、数式で表すとこちら。宇宙の年齢イコール距離交代速度イコール1ハッブル定数となり、ここで、宇宙の年齢にあたる TH はハッブル時間と呼ばれる。思ったより単純な計算で算出してるんだね。宇宙の膨張は、星の引力やダークエネルギーなど、いろいろな影響を受けて加速したり減速したりするから、ハッブル時間を宇宙の年齢とするのは、議論の余地があるけどな。でもこれが今、最も有力な説なんだもんね。そうだな。でも、それと矛盾するような発見もされている。え、どんな発見？それは、推定年齢160億年と見積もられた、宇宙最古の星の発見だ。何それ、宇宙誕生より前の星ってこと？気になるだろ？なるなる、早く教えて。まずその星の名は、メトシェラ星だ。メトシェラ星は、地球から約200光年の距離にある天秤座の星で、正式名称は HD140283 という名前なんだ。ちなみにこのメトシェラ星の由来は、旧約聖書の創世記に登場する、969歳まで生きたという、伝説が残されている人物から取ったんだ。長生きすぎる。そして基地の天体としては最古の星で発見当初は160億年前に誕生したと推定された。宇宙ができたのが138億年前だから、22億年間一体どこにいたの？しかもメトシェラ星は、宇宙のスケールから考えれば、ほんの200光年しか地球から離れていない。だから推定年齢データは、少なくともビッグバン理論で弾き出した宇宙の年齢よりは、正確な値である可能性がすごく高いんだ。なおさら謎が深まるばかりだね。だからこそ、宇宙より古い星が存在するという宇宙の謎に天文学者たちが挑んだんだよ。その結果、NASA はメトシェラ星の推定年齢を、
160億年から145億年プラスマイナス8億年に修正することを発表したんだ。え、どういうこと？ NASA によれば観測データを精査し、計算をやり直した結果であるとのことなんだけど、当時、世の中ではこの結果を受けて、誤差も含めると、ビッグバン直後に誕生したと説明できるように修正したと受け止められ、辻褄合わせに過ぎないと批判的意見が大勢を占めていたんだ。確かに145億年から8億年引くと、137億年になるから、ギリギリ宇宙が誕生してから生まれたことにもなるね。この結果に至るまでの、ボンド氏という人が研究した結果が残っている。まずボンド氏と共同研究者らは、ハッブル宇宙望遠鏡が、2003年から2011年の間に観測した11セットのデータを詳細に検証して、地球とメトヘラ星の距離を確認したんだ。星の年齢は主に光のスペクトル分析によって星を構成している物質の組成を調べて算出されるため、地球と対象との距離が誤っていれば分析にも影響が出るからね。光のスペクトル分析って何なの？スペクトルとは、光や信号などの波を成分に分解し、成分ごとの外傷を見やすく配列したもののことを言うんだ。そして今回のように惑星に使用される場合は、遠くの星から届いた光のスペクトルを分析することで、光の放射や吸収に関与する原子や分子の量から、天体の組成や温度、圧力などの状態が測定でき、光の波長が伸びたり縮んだりするズレから、天体の速度が測定できるんだ。光の成分を分解することで、天体の組成とか、動く速さなんかが測定できるのか。これによって、メトヘラ星を構成している物質の組成を見直したところ、当初の予想よりも、メトヘラ星の酸素の量が多いことが判明したんだ。これを踏まえてメトヘラ星の年齢を算出してみると、メトヘラ星の年齢を約15億年も短縮することに成功したんだ。これによってボンド氏らは、メトヘラ星の年齢を144億6千万年と見積もったんだ。なるほど。けどまだまだ138億年よりは多いね。その後ボンド氏は追跡調査を重ねて、メトヘラ星の年齢を142億7千万年まで短縮させた。さらに酸素量の不確定さに起因する誤差が、7億年から8億年程度という結果も出たことから、誤差の範囲内であれば、宇宙の年齢よりわずかに若いとみなすこともできることから、さっきのような、145億年プラスマイナス8億年という結果になったんだよ。測定に誤差があるから、プラスマイナス8億年っていうのがついたのか。この結果に対しボンド氏は、推測の不確定性を考慮すれば、宇宙の年齢と矛盾のない、HD140283 の年齢が導き出されたと言えるでしょう。と結論を出したんだ。誤差8億年が少し気持ち悪いけど、一応メトヘラ星の年齢問題は解決したってことだね。確かにこれで、メトヘラ星の謎は一件落着に見えたんだけど、また、新たな謎が浮上してしまったんだ。あ、新たな謎って、宇宙ができた138億年という数値自体が、誤りではないかという説だ。実はもっと年がいってるってこと？いや、その逆でもっと若いんじゃないかってことだ。え、若いなんてことあるの？そもそも138億年という宇宙の年齢は、ハッブル定数で示される宇宙の膨張率から算出されているんだけど。そうだったね。具体的には、1メガパーセクあたり、毎秒 67.74 キロずつ膨張しているとされている。1メガパーセクってどのくらい？ 1 メガパーセクは約326万光年だな。ほうほう。テキサス大学の物理学教授である、小松栄一郎氏らの研究チームが、重力レンズを用いた高精度な宇宙観測の結果からハッブル定数は 82.4 だと判明した。という論文を、2019年に発表したんだ。どういうこと？毎秒 67.74 キロだと思ってたけど、今回の研究では毎秒 82.4 キロずつ膨張してると考えられるから、今回の研究結果の方が、膨張する速度が速いってことだよ。だから1メガパーセクあたり、毎秒 82.4 キロで宇宙が膨張しているとすると、宇宙の年齢は138億年より24億年も若い、114億年と大幅に短縮されることになったんだ。もし宇宙の年齢が114億年だった場合、メトヘラ星の推定年齢である、142億7千万年よりはるかに若いため、宇宙より古い星が存在するという問題が、また未解決に後戻りしてしまうんだ。解決したかと思ったのに、逆に謎が深まってる。だな。この問題について、アストン大学の物理学者、ロバート・マシューズ氏は、科学の歴史を振り返ると、二つの矛盾する説が示された場合、真実は、両方のミックスであることが多いです。宇宙を膨張させる原動力だとされている、ダークエネルギーの強さなど、まだ未解明の謎が研究結果に、数十億年もの誤差を与えているのではないでしょうか。
と述べていて、宇宙の謎を解くには、さらなる宇宙論の進展が必要になるとの見方を示しているんだ。まだまだわからないことだらけ。宇宙論って、コロコロと定説が覆ったり、戻ったり、やっぱり覆ったりしてオセロみたいだね。そうやって人類は宇宙の真理に着実に近づいていってるんだ。奇抜な説が案外確信をついてきたりするもんね。でもビッグバン宇宙論が違うかもっていうのは驚いたな。今の宇宙の常識みたいな感じだし、それが覆るなんて想像できないよ。ほぼ証明されているとはいえ、今でもなお本当に合っているか研究されているところだしな。もしかしたら、将来的には本当にビッグバンという常識が覆る日が来る可能性もある。そんな、まだまだ謎だらけなのが宇宙の面白いところだよ。歴史の教科書なんかも、年号がちょいちょい変わったりする時があるもんね。常識が絶対正しいってわけじゃないんだな。宇宙の終わり方4つのシナリオ。はぁ、おいどうしたんだ？グリーンランド、地球最後の2日間って映画を見てたんだ。2020年の映画だな。隕石で地球がめちゃくちゃになる話だったんだけど、地球の最後の日って、現実にもいつか訪れるんだよね。まあそうだな。それを考えてたら、なんだか虚しくなってきちゃってさ。なるほど。だがしかし、地球どころか宇宙にも、現実に終わりがあるって話もあるぞ。え、そうなの？宇宙ってどんな終わり方するの？じゃあ今回は、宇宙の終焉4パターンについて見ていこう。いろいろな説があるけど、今回は4つほど紹介していくよ。面白そうだね。ねえそれで。そもそも宇宙の寿命ってどれぐらいなの？どれぐらいだと思う？確か宇宙ができて135億年ぐらい経ってるから。なんとなく1000億年とか？おお、結構近いよ。え、マジ？宇宙の寿命は、約1400億年ぐらいだと考えられているよ。適当に言ったけど、意外と近くでビビったよ。すごいじゃないか。ちなみに、宇宙の寿命が1400億年ぐらいということを明らかにしたのは、2020年、東京大学や国立天文台の研究チームで構成されている、宇宙の余命というチームだ。おお、日本のチームじゃないか。現在、宇宙はとんでもない速さで、加速しながら膨張を続けているんだけど、今後は収縮に転じるかもしれないとして、研究が続けられているんだ。そこで鍵を握るのが、宇宙に満ちている謎のエネルギーなんだよ。もしかして、ダークエネルギーのこと？その通り。ダークエネルギーとは、宇宙の膨張を加速させていると考えられる、仮説上のエネルギーのことで、宇宙の質量とエネルギーを占める割合のうち、ダークエネルギーは 68.3% を占めていると言われているぞ。ちなみに、ダークエネルギーに関しては、この動画で解説しているからぜひ見てね。よろしく。ダークエネルギーに話を戻すと、研究チームは、ダークエネルギーの分布状況を確かめるため、2014年から2016年に、アメリカのハワイ島にある、スバル望遠鏡を使って、約1000万個の銀河を分析、観測したんだ。銀河が持つ強い重力によって時空が歪められる、重力レンズ効果がどのように影響しているかを調べて、強い重力の源である、ダークエネルギーの分布状況を明らかにしたんだよ。ふむふむ。そして、スバル望遠鏡で集めたデータと、ダークエネルギーの推定量をもとに分析した。すると、少なくとも宇宙の余命は、1400億年以上あることが分かったんだ。おお、こんな感じで解明できたんだね。今までは、あと数百億年後に宇宙は終わってしまうとも考えられていたんだけど、今回の研究で、宇宙の寿命は思っていたよりもだいぶ長いことが分かったんだ。そんなことまで分かっちゃうんだね。こんな風に宇宙の寿命がどのように解明されて、どれくらいの寿命なのか分かったと思うけど、次は、これまで宇宙がどんな人生を送ってきたのかざっくり紹介しよう。人生？宇宙は人間じゃないんだから人生とは言わないんじゃない？細かいな。ということで、これまでの宇宙についてざっくり紹介しよう。まずは、無から宇宙が誕生する。あれ？宇宙はビッグバンが起きて誕生したんじゃないの？ああ、それは間違ってないよ。要は、ビッグバンが起きる前はどうなっていたかってことなんだ。あ、なるほど。そもそも、ビッグバンはどうやって起きたのかってことなんだけど、言い換えると、ビッグバンが起きる前の宇宙には、何が存在していたのかってことだな。まさか、第二の宇宙空間が存在していたとか？いや、これも諸説あるんだけど。一般的には、何もなかった、つまり無だったと考えられているよ。いやいや、無なわけがないと思うんだけど。まあそうだよな。でも、現代の物理学や宇宙理論では、ビッグバンが起きる前は、どうなっていたのかということを。例えば、神様がビッグバンを起こしただとか、
こんな感じのことは想像できるんだけど、しっかりと理論的に説明することはできていないんだよ。答えは神のみぞ知るって感じだね。まあこうしてできた宇宙空間なんだけど、次はインフレーションによる指数関数的な宇宙膨張が起こる。そして最初の3分間で元素合成を行い、水素とヘリウム原子核を作り、37万年後にはプラズマ宇宙は終わり、宇宙は中性化した。プラズマ宇宙？何それ？プラズマ宇宙とは、宇宙的スケールの現象は重力だけじゃなくて、宇宙の全バリオン物質の 99.9% を占める、電気伝導性の気体プラズマの運動に起因する宇宙のことだよ。いや、わからん。気体の原子にエネルギーが与えられると、電気を帯びて磁場の影響を受けるようになる。これをプラズマって言うんだけど、このプラズマが、宇宙スケールの様々な現象を起こしてる宇宙ってことだよ。なるほど。プラズマ宇宙が終わり、宇宙が中性化すると、ダークエネルギーの重力に導かれ、原子物質が集められる。そして宇宙誕生後、1億年から数億年経過した時に、宇宙最初の星が生まれるようになって、原子物質を含むダークエネルギーの塊が、合体を繰り返しながら成長し、銀河を形成していくんだ。ふむふむ。こうして現在、宇宙の年齢は138億歳になるって感じだな。きっとこうやって今説明してくれたことも、全てが正確な事実ではないのかもしれないけど、すごく壮大な話だよね。そうだな。じゃあここで、寿命があるものは、生まれてから成長を続けるとその後はどうなる？歳をとって衰えていくよ。最終的にはどうなると思う？そやってそんな寂しいこと言うなよ。はっはっは。さあここからは、宇宙の終焉パターンを4つ紹介するぞ。ビッグフリーズ。まずは一つ目、ビッグフリーズだ。なんかめちゃくちゃ固まりそうな名前だね。パソコンのフリーズとは少し意味が違うぞ。ビッグフリーズとは、宇宙がどんどん冷えていって、最終的には絶対0度に近い温度になるんだよ。宇宙全体がそんなに冷たくなっちゃうの？まあ全体かどうかは置いといて、絶対0度に近くなっちゃうってことだな。でも、絶対0度ってよく聞くんだけど一体何度なの？マイナス273度だぜ。アイスエイジ。また突然ワンピースの技名を言うなよ。よくわかったね。でも、宇宙空間がこういうことでしょ？そんな感じだね。2021年8月に、ドイツの研究チームが、絶対0度に限りなく近い状態まで、物質を冷却する実験に成功したんだよ。へえ、そうなんだ。この実験が成功するまで、科学者たちは物質を可能な限り冷却する実験を繰り返し行った。これまでは、地球の重力の影響で原子が動いてしまい、原子が止まった状態を作ることが難しかったそうなんだよ。だから、絶対0度に近い状態をなかなか作り出せなかったらしい。地球では重力の影響で原子が動いてしまうならさ、宇宙なら重力の影響を受けることが少ないから、絶対0度の空間を作ることができるんじゃない？おう、確かにそうだな。さっきは、宇宙空間が絶対0度になるわけがないと思っていたんだけど、本当になっちゃうかもしれないね。まあ実際に宇宙が絶対0度になったところを人類が目撃したわけではないからな。ちなみにさっき成功したと紹介した実験なんだけど、ドイツのライプニッツ大学ハノーバー校、ブレーメン大学応用宇宙技術微小重力センターの研究チームが、施設内部で実験設備を自由落下させて、その中で物質を冷却する実験を行ったんだ。ふむふむ。実験の手順はこんな感じだ。まず、真空状態にした容器の中に、10万個のルビジウム原子のガスを入れて磁気で閉じ込めて、2ナノケルビンまで温度を下げる。2ナノケルビンって何度ぐらいなの？10億分の2ケルビンだな。0ケルビンがマイナス273度で、絶対0度のことだよ。10億分の2？ほぼ絶対0度できてるじゃん。続いて、実験設備を120メートル自由落下させて、無重力状態にすると同時に、真空容器の中の磁気のオンオフを切り替える。無重力、宇宙っぽくなってきたね。そして、磁場がなくなるとガスは膨張し、磁場ができるとガスは再び収縮する。これを素早く繰り返すことで、ガスが運動を停止し、温度を効果的に低下させるんだ。すごい実験ってことはわかるんだけど。要は、容器の中をめっちゃ低い温度にして、それを落下させることで、無重力空間を生み出したってことなのかな？まあ、ざっくりとはそんな感じかな。この結果、自由落下中の2秒間で、絶対0度を生み出すことに成功したんだ。今まで絶対0度を生み出すことができていなかったわけだから、たったの2秒でもすごいことだったんだろうね。その通りだ。ちなみに熱滴死といって、
絶対0度に近い温度になる現象が、将来宇宙で起こりうるかもしれないと言われている。この状態は、宇宙全体が異常に低温な状態になるんだけど、ビッグフリーズとはちょっと異なる現象のようだから注意が必要だな。へえ、了解。ビッグリップ。さあ続いて二つ目は、ビッグリップだ。今度は筋トレのメニューみたいな名前だね。宇宙空間にとっても筋トレみたいなものだよ。え？どういうこと？ビッグリップは結構単純だからわかりやすいと思うぞ。なになに？そもそもビッグリップとは、強く引き裂かれるという意味で。ダークマターがある状態の場合、宇宙膨張が急速に進行する。そして数千億年後には、宇宙全体の膨張速度が高速を超えてしまうんだぜ。そんなことになったら宇宙はどうなっちゃうのさ。原子レベルまで引き裂かれると言われているよ。原子レベル。とんでもないパワーだ。これじゃあ地球が危険になった時に、宇宙に逃げても意味ないじゃないか。てか、なんで原子レベルまで引き裂かれるんだよ。もちろん、確実に原子レベルになるとは言えないんだけど。理論上はこんな感じだ。それで、宇宙は加速しながら膨張しているだろ？うん。これは、風船という宇宙空間に、どんどん空気を入れていっている状態だな。まあそうだね。風船は空気を入れ続けるとどうなる？パンってなる。そうだな。じゃあ宇宙空間は？パン。え？シャレにならんよ。はっはっは。何笑ってるんだよ、やばいじゃないか。安心しろ、少なくとも私たちが生きている間に宇宙空間が引き裂かれることはないから。あ、そうなの？どうやら約220億年後に、ビッグリップが起こる可能性があるらしいよ。なんだ、めっちゃ先じゃん。それに、ビッグリップが起こる約10億年前まで、宇宙空間は大きな変化を見せないらしくて。10億年前までなら地球でのんびり生活できるかもしれないぞ。10億年って、簡単に言うなよ。10億年を過ぎると、宇宙の膨張力が銀河団の重力を超えるため、銀河団の崩壊が始まるとされている。ひ？ビッグリップまで約6000万年になると、銀河の崩壊が始まり、宇宙空間がめちゃめちゃになるんだ。約3ヶ月前になると、惑星が軌道から外れるようになり、30分前には天体の崩壊が始まり、最終的には、ドカーン！かもしれないな。ビッグフリーズよりも、ビッグリップの方が可能性がありそうな気がするね。確かに、ビッグリップの方が可能性はあるかもしれないね。まああくまで仮説だけどな。ビッグクランチ。さあ宇宙の終焉パターン3つ目は、ビッグクランチだ。またしても筋トレのメニューみたいな名前だな。ちょっと余談なんだけど。ビッグクランチの、クランチってどういう意味かわかる？チョコレートのことかな？どういうこと？クランキーチョコレートってあるじゃないか。チョコなわけないだろ。クランチとは潰れるという意味だ。うわぁ、物騒だな。何度も言っているんだけど、宇宙は加速しながら膨張している。宇宙の中に膨張を止めるほどの物質があると、重力の働きで、膨張にブレーキがかかると言われているんだ。おぉ、ブレーキがかかるってことは、ビッグリップの発生を防ぐことができるじゃないか。いや、その考えは甘いぜ。なんだって。宇宙の加速膨張にブレーキがかかった場合、しばらくすると膨張は止まり、ビッグリップによって宇宙が崩壊する可能性は回避できるかもしれない。ところが、宇宙の加速膨張が止まってしまうと、今度は収縮に転じるらしいんだよ。そんなバカな。あ、そういえばこの動画の冒頭で、加速膨張が止まって収縮に転じるって言っていたような。あれは、このビッグクランチのことだったんだよ。マジかよ。それにしても本当に不思議だな。こうして、収縮を始めた宇宙は、一つの点のような小さな領域に集まってしまうと考えられているよ。そんな、私たちは潰されてしまうのか。おそらく、収縮によって潰される前に、熱にやられてしまうと思うぞ。熱？どういうこと？宇宙空間は収縮を始めると、温度が急上昇すると考えられている。そしたら、天体に住んでいる生命や、天体そのものが丸焦げになってしまうと言われているんだよ。どんだけ残酷なんだよ。さらに、一度収縮した宇宙空間は、いつか再び膨張を始めるかもしれないらしいよ。へえ、本当に風船みたいだな。まあこれも全て仮説だし、これが起きるかどうかはわからないけどね。ちなみに、宇宙空間が再び膨張を始めることを、サイクリック宇宙論と呼ぶんだ。サイクリック宇宙論？そんなの初めて聞いたよ。さっき、ビッグクランチが起きると宇宙は収縮し始めて、その後膨張し始めるって説明したよな。それで、サイクリック宇宙とは、膨張、収縮、膨張、収縮を、いつまでも繰り返していくという考えなんだよ。なるほどね。
じゃあ、もしかしたら今存在している宇宙空間は、100周目とかって可能性もあるんだね。そうだな、想像が広がっていくよな。ストレンジ物質。それでは最後の4つ目、ストレンジ物質だ。まさかストレンジ物質によって銀河は終焉を迎えるのか。ストレンジ物質とは、宇宙で最も危険な物質と言われていて、中性子星の中心部分を構成しているとされている。宇宙の法則をねじ曲げ、他の物質に感染し破壊する力を持っていると考えられているんだ。こんなのが宇宙空間に存在していたら、そりゃ終焉を迎えるだろうね。でも、ストレンジ物質ってあくまで仮説の物質だったよね。そうなんだよ。だから、この物質が存在しているかもはっきりしていないから。ストレンジ物質によって、宇宙空間が終焉を迎える確率は低いかもしれないな。確かにね、もしあるとしたら、宇宙がすでに崩壊していても不思議じゃないもんね。あ、ちなみにストレンジ物質に関しては、この動画で解説しているからぜひ見てね。後で確認してみるよ。今回の話はいかがだったかな？宇宙にも最後を迎える日が来るんだね。すべての生物は生まれたら死ぬ運命にある。あの広大で常識の通じない宇宙もそこは一緒なんだね。そうなんだよ。もしかしたら、今回紹介した4つのいずれかで終焉を迎えるかもしれないし、別の理由で終焉を迎えるかもしれない。その頃には私たちは生きてはいないだろうけど、研究されていって、生きている間に最後がどうなるのか知れると嬉しいよね。そうだな、